屋台で、はい、関西弁禁止。どうやって喋ったらいいんですか？あんたのせい。あんたもアウト。あんたもアウト。キャンペーン実施中。お客様感謝デー。チャンネルのマジです。マジちゃんです。なになになに、いっちゃ虫虫ねえ、なんてことはい、汗がはい、じゃあだ1万円企画。おはい、今日は何ですか？今日は愛媛県の新居浜たいこ祭りに来ました。いったん早食べよう。ちゃうね。でもさ、うちでいつもさ、そう言うけどさ、あれやん、なんか企画やるとき絶対なんかさ、ついてくるやん。察しがいい子は嫌いだよ。え、じゃあもうなくていいよ、じゃあなくていいよ。普通のでいいねんね。はい、というわけで今日は、うん、屋台で、はい、関西弁禁止。終わったな。ここは愛媛県なので愛媛の言葉を喋ってください。あ、何々やけんさ、やけんさでじゃけん、じゃけん、じゃけん、絶対無理じゃけん。そう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 、言われへんけん。ということで本日は1万円企画、1回でも関西弁喋ったら500円ずつ減っていきます。じゃあさ、早速さ、もう早く使った方がいいってことやろ。使った方がいいってわけじゃないよ、それ好きなものを喋ってくださいよ。早めに、だから黙りながら言ったらいいってことやろ。ええのんか、それでおもんなって動画消されんで。ちゃんと喋りますけん。大阪弁禁止よ。あ、絶対無理やねんけど。じゃあママたちもなんで。ママはだって余裕やん、ママ地元やもん。え、でもいいの、ママとパパ入ったらその分金額減っていくだけやで。マジャーのやな。やっぱりバカなったわ。ジュース飲みたいじゃけんさ、先にさ、ジュース飲みに行か行きましょうやけん。じゃけん行きましょうけん。行きまちけん。誰？浜チコチャンネル。チーは。これリコーダーなんか。これね、飲み終わったら貯金箱になるように穴開いてるからね、コバさんように気をつけてね。はい、ありがとう。貯金箱。貯金箱かわいいけんね。哺乳瓶ジュースいただきます。大丈夫大丈夫、それは万国共通じゃない。いただきます、方言内はいただきます。そうなん、そうなんは関西弁かな。え、違うで、違うで、はい、違う。やばい、2連発です。はい、ってことは今残り6500円です。大丈夫そう。まだ明るいけど大丈夫そう。これさ、姉妹で会話したらさ、めっちゃあれちゃん、終わりやな、終わりやな。ちょっと黙っとってくれる、無理。いつも通りやらせてもらおう、こっちはな。はい、いただきます。はい、ちーちゃんずっと飴探してて。そうね、飴食べたい言うけどな。そう、あのフルーツじゃないやつ食べたい。硬い、うん、硬いですね。誰開けて、むずいわ、片言やな。あ、面白ないわ。ほんまやな。じゃあどうやって喋ったらいいんですか？なんで回ってんの。え、じゃあさ、今からさ、棒読みじゃなくてさ、普通に喋ってみよっか。そしたら多分0円になるで。なるでって言ったね。どんどん減っていきますね。あんたのせい。あんたもアウト。あんたもアウト。はい。あー、君もアウトだね。君が一番やばいよ。あの、喋りたい？じゃけんやけん、じょう。全然喋られじゃけん。これは何ですか？ユニコーンの涙。たぐりやないかい。
ちゃんとキラキラしてるんですよ。ぶねーほらほんまやじゃあ飲みます。パクリじゃないよ。パクリですね。あ、パクリもう一個見つけた。ストローの形、ね、まさかパクリや。ほんまやな。あ、おいしい。おまちこちゃん、おまちこちゃん、よかった。はまちこチャンネル。次食べたいものを教えてほしいんやけど、うん、今から20秒だけ関西弁使っていいかな。マジ？何食べたいと思ってバーッと言うてください。今ここでちょっと関西弁吐き出してて。はい、いい。よーい、スタート。イカ、イカ、唐揚げ、あの宝石すくいがやりたいから早く行きたいんだけど。ちーちゃん、ちーちゃん、あれ食べたいね。あの、あれ何やったっけ、あのチーズの棒みたいな、まー、あ、ちゃんが前ここふって汚しちゃった。チーズのカリカリのやつね。あるやん、それそれ食べたくて。で、宝石すくいは必ず3回はやりたいんだけど。宝石すくい4回で。やばい、時間がないので終わりー。ギリギリセーフやな。ほんならまとめるで。最悪。いや、セーフ、まだセーフ。ちなみにキュウリはなかった。 PM 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 PMだけパパーンでグッとしたった。だけれだれだれ知らなかった。絶対カットやん。はい、最低や。はい、4500円。最低やわ。最低や、うん、やもあかんと違うで。はい、じゃあ1000円引きます。やばい。ハマチコチャンネル。はい、チーズスティックでーす、これは去年まーちゃんが服につけて汚した食べ物です。頭悪なった。頭悪なってない。じゃじゃ、言葉の組み立て方。そう、頭で考えちゃいます。考えますねん。IQ2 やばい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 、言っちゃった。 IQ2 とかなってる。考えますねん言った。言うかな。はい、マイナス持って。はい、なんか最低。まった、今回はちーちゃんに食べるし最低。はい、食べ。キムチ祭りが楽しそうやで、向こう盛り上がってんで。うん、まけごかん。うまけごかん。いただきます。うんうん、マッコちゃんです。おいしい。あこけごかん、あこけごかん。さっきな、うん、さっきな。はい、マイナス500円。え、嘘やん。嘘やん。嘘やん。はい、もうさ、ママいっぱい食べたかったのに。終わるで。やばっ。2000円やで。2000円やで。さっき視聴者さんが来てくれて、カステラもらいました。ベビーカステラ。喋る言葉全部点がついてるな。ベビーカステラめっちゃうまかった。うーん、セーフ。めっちゃアウト。え、嘘でしょ。相当です。え、ちょっと待って、あと1500円やけど。まつりちゃん、イカも食べたいし、唐揚げも食べたいし言うてたけど大丈夫そう。宝石すくいもやりたい。あ、無理だわ。もう一回ずつできるかなぐらい。めっちゃ切れてるやん。君たちがさ、こんなんやろうって。こんなん、はい、あの、こう、あの、企画こう企画をするからやん。にゃん、もう残り500円です。残念なお知らせがあります。唐揚げ1000円からです。あ、終わった。宝石すくい一人だけです。なあなあ、何？もうさ、関西弁言ってしまわへん。言ったやん、もう。やばい。終わりです。終了。狙えん。なんかこの企画おもんないな。めっちゃ喋るやん。もう0円になったから簡単に喋ってます。めっちゃ喋るやん。
ゼロ円やからもう喋っていいよな。喋るで。この企画めっちゃ嫌いやねんけど。やり直そうや。何を？最初から。もう一回ジャンボから取らへん。ボツローや。ボツにし。ボツにしよ。巻き戻し。ハマチコチャンネル。イカの半身です。エキシビジョンマッチみたいな。なんなんそのエキシビジョンマッチ。多分エキシビジョンマッチ始まったんです。自分が食べたかったやん。そう。自分が食べたかっただけやん。便乗した人。そう、便乗した人。かっか。うん。マジか。美味しいよね。めっちゃ美味しい。半身が一番好き。半身って覚えてる。嫌やな、小3女子、半身を覚えるほんまや。ティーちゃんは絶対にいらない。まだ今年もチャレンジしてみたらいい。ちょっと今年チャレンジしてみたらいい。みんなも美味しい。珍しいな、美味しいな。うわ、顔めくれてる。うわ、粘膜これ皮や粘膜。あー、めっちゃ飛び散った。最悪。もう最悪。ここ。ここにもや。うわー、ここもや。顔も、口。うわー、まだどこどこや、もう。じゃあ、ちぃ、こっちしか見えてなかったから、こっち見た。ひどいわ。やばい。なんなん、これ。こっち向いて。うまいって言わんとっても。なんなら、さっきより高いやつ買わされてんけど。言いながら食べとるけど。はい、今年も大好きな唐揚げをいっぱい買ってきました。はい、あとイカもママの分買ってきました。ママ食べてないの。そうです。で、あなたたちはもう、関西弁を喋ったのでないです。ってことで、これは私たちの分というわけで食べたい。いや、あんたらめっちゃやったやん、これ。何回やらかるな、これ。何回やんねん、これ。ほんまに。2回ずつ。中学生、真剣になりすぎ。これ1回するの20分ぐらいやってんねん。だってさ、一回の声かけてくれたんですよ、ちーちゃんが真剣やってる時に。あの、ちーちゃんずっと迷うから、ちーちゃん、やるかってなってました。ちーちゃん20分ぐらい待ってるんですよ。すいません。申し訳ございません。